皆さんこんばんは。足立ちゃんの配信をさせていただきます。今日はね、本当は別のテーマをやろうと思ってたんですが、どうも松井市長、志村知事が福島第一原発の処理水の件、大阪湾でっていう発言をしてこられた、あれ大変勇気のあることだと思うんです。でも日本維新の会はね、やっぱり立党の精神というか維新スピリッツというか、そういう感じだから、やっぱりこういうの放置できないんですね。みんなで知らんぷりしておき置いたら楽は楽な分野ですけども、そうすることはやっぱりやってはならないと思います。だからやっぱり本当のことを言っていく、そういう観点から科学的に、安全であればね、それは福島だけに全部かぶせるんじゃなくて、大阪湾にもどうかという話をされたわけだけど、多分そのいろんな市民団体の方がですね、今日は大阪で抗議活動があったそうです。ちょっと NHK の報道をね、ちょっとご紹介をします。大阪市の松井市長が、福島第一原子力発電所に溜まり続けている放射性物質などを含む水の安全性が確認できれば、大阪湾への放出に協力する考えを示していることに対し、今日放出に反対する市民らが大阪市役所の前で抗議活動を行いました。大阪湾への放出に反対する市民らが今日夕方、大阪市役所の前に集まり抗議活動を行いました。参加した人たちは、大阪湾への放射能汚染水の放出ノーなどと書かれたプラカードを掲げたり、汚染水をわざわざ大阪に持ってくるなどとんでもないと訴えながら、道行く人たちにチラシを配っていました。市民の暮らしを守るのは仕事でしょ。なのに市民や府民の健康やなり合いを考えない、愚かでしかないと思います。でね、皆さん、これね、もう一回申し上げますけど、新しいこと、初めてのことをやろうとしてるんじゃないんです。今までも既存の原発あるいは再処理施設で処理水を排出してきてます。ただ確かにね、全く同じじゃないんです。原発と再処理施設と福島第一原発、この3つを比べるとね、いわゆるトリチウムについてはみんな入ってますね。だから一緒です。だから一緒だからね、他の原発でもやってる、もうちょっと言うと世界でもやってるんだから、福島第一も放出したらいいじゃないかと言ってるんだけど、もうちょっと言うとね、除去するけどトリチウム以外の各種が微量含まれてるのは事実なんです。これはもう検出限界近傍まで除去しますけども、検出できるかどうかギリギリのところだけども、じゃあそれ以下かもしれないけども、それでも含まれているのは事実なんです。で、そこで含まれているのは、例えば普通の原発であればね、コバルトとかね、が中心になって含まれています。でももちろんこういうところでも含まれている。こういうところにもある。で、これは一緒なんですけど、じゃあその普通の原発では含まれてないものも含まれているんじゃないかということで言うとね、確かに含まれてるんですよ。例えばストロンチウムとかね、ヨウ素とかね。で、そういうものについては、じゃあ、福島が初めてかっていうとね、実は最初の施設、要は青森とか六ヶ所村とか、茨城県の東海村とか、ではね、同じものが含まれてます。だから、今度の処理水については、トリチウムはどうなんだと言われると、いや、普通の原発でも排出してるし、世界の原発で排出してますよと。で、じゃあトリチウム以外の各種についてはどうなんだというと、それは普通の原発でも放出してる各種もあれば、再処理施設であればほぼ同じものが放出されてるということを、ぜひね、ご理解をいただきたいんです。だから今日私が皆様にお伝えしたいことは、福島第一原発でやろうとしている処理水の問題というのは、今までもやってきたことをやろうとしているだけなんです。もし福島がダメっていうなら、青森も茨城もダメじゃないですか。なんでそういうことを政府与党は言わないんですか。小泉進次郎環境大臣、それから菅原一秀経済産業大臣、それからこれははっきりおっしゃってるけども、私も国会で質問してきた、規制委員長、前の田中委員長ですから、アルプスという最終的な処理装置で
きちっと放射能の濃度を下げて、告示濃度、我々が決めております排出基準以下になったものについては排出させていただく、そのことをやはり福島県の皆さん、漁民の方にご理解を求めていっていただきたい。それから府警隊員長、そう言って海洋放出をすべきだと、早くやれと、こういうことを田中委員長はしきりにこの場でおっしゃってて、私もそうだと、早くやった方がいいと、こう思ってますよ。府警隊員長、どうですか。いわゆる多核種除去施設で、処理をした処理済み水につきましては、規制基準を満足する形で、十分な希釈を行った上で海洋放出を行うべきだという立場を原子力規制委員会は明らかにしておりまして、またこれが速やかに行われるべきであるというふうに考えております。だからぜひ、ね、皆さんもね、しょうもないね、なんちゅうかな、こう事実に基づかない空想の世界はもう早く卒業して、事実に即した議論をやることこそ風評を払拭する一番の近道だと私は思いますからね。確かに福島第一原発の関係で福島で、昨年公聴会を開きました。その公聴会に出している地図はですね、世界地図は出してるんです。世界地図は。で、私は早くこの J と書いてある日本地図を早く出そうよと。で、日本地図のどこでどういう処理水が排出されてるかということをみんなが知ればね、これ実は一緒だっていうことが、わかりますんでね。ぜひそういうことにご注目をいただいて、正しい、科学的な議論をさせていただきたいと思います。福島第一原子力発電所に溜まり続けている放射性物質のトリチウムなどを含む水の処分について、大阪市の松井市長は、環境への影響がないことが科学的に確認できれば、大阪湾への放出に協力する考えを示しています。これについて吉村知事は、できればみんなで知らんぷりしておき、置いたら楽は楽な分野ですけども、そうすることはやっぱりやってはならないと思います。政府としてきちんとした方向性を出して、やっぱり日本全体で取り組んでいくべき課題だと認識をしています。その中で大阪府市で、広域の役割を果たせるところがあるんであれば、これやっぱり果たしていくべきだと。で、この福島の処理水が今までも流しているものと同じレベルまで除去ができないのであればね、それはまた議論違ってきますよ。でも今まで排出している、今まで既存の原子力施設で排出しているものと同じ排出であればね、それはこっちはやってきたけど福島だけダメよという理由はないでしょっていうことをね、私は思ってます。今度10月1日に福島第一原発行ってまいりますので、ぜひね、今日大阪で抗議活動された方ね、なんか福島から避難されている方もいらっしゃったと報道されてますが、私はこれはね、福島だけの問題ではない、特にその福島ので発電したエネルギーの大消費地であった東京の皆さん、そして全国のね、原子力エネルギーに依存してきた日本人はね、これはやっぱり私は一言じゃなくて、自分の問題として冷静な議論、科学的な議論をしっかりとやって、そしてその上でじゃあ風評はどうするんだといえば、それは我々もそうだし、我が党の代表である松井市長もそうだし、そして誰よりも経産大臣、環境大臣がリーダーシップ取ってね、これは風評を払拭していくべきだとお訴えして、今日の足立ちゃんとさせていただきます。またこれからもいろんなテーマやっていきます。よろしくお願いします。